村長ミュージックスタジオ、はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ボーカルプラグイン、クリス・ロード・エイジさんの作った、ボーカルの簡単なエフェクターを紹介したいと思います。これはですね、ウェーブス社と一緒になって共同開発したということで、グラミー賞作家で、有名なアーティストさんの制作をやってる方なんですけれども、何が簡単かっていうとですね、ボーカルのところにこれ一つ入れるだけで、大体のミックスはできるという、そういうようなものです。今日は今制作中のですね、東野さんのボーカルの一部分をお借りして、効果を確かめたいと思います。全くのバイパスをまず聞いてください。まとめ買いをした洗剤はたっぷり使ってすぐに減る。まとめ買いをした洗剤は、はい、こんな感じなんですけれども、これをバイパスを外して、かけてみます。まず左の方からバス、トレブルで、コンプレッサーと、そしてリバーブ、ディレイ、そして、広がりを見せるためのピッチ、大きくこの6個のパラメーターがあるわけですね。そして上の方に、例えばこれでしたらサブ、ロア、アッパーというふうに3つの深さですねがあります。それを変更するのは、この黄色いところをこう押すと、今かかっていないサブ、こういうふうに、トルグするようになっています。一つ一つの効果を見るために一個一個やってみたいと思います。ずっとループしながらいきますので、よろしく。たっぷり使ってすぐに減る。まとめじゃあバスをかけます。バスはあんまり、特に女性の声には影響しにくいです。はい、じゃあ次ですね、トレブルを上げていきます。はい、トレブルはやっぱり女性の声ですからよく聞きますね。まとめ買いをした洗剤はたっぷり使ってすぐに減る。はい、また今バイパスと同じような状況になりました。次はコンプレッサーです。まとめ買いをした洗剤はたっぷり使ってすぐに減る。まとめ買いをした洗剤はたっぷり使ってすぐに減る。まとめ買いをした洗剤は、次はリバーブです。たっぷり使ってすぐに減る。まとめ買いをした洗剤はたっぷり使ってすぐに減る。まとめ買いをした洗剤はたっぷり使ってすぐに減る。次はディレイ。最後にピッチ。たっぷり使ってすぐに減る。まとめ買いをした洗剤はたっぷり使ってすぐに減る。いわゆるダブラーのような効果が出ます。まとめ買いした洗剤はたっぷり使ってすぐに減る。まとめ買いはい、これで今ね全部上がってるようですが、ボタンが全部ないですので、これで、バイパスになっています。じゃあ
これをオルトキーを押しながらですね、オルトキーを押しながらクリックしていくとホームポジションに戻ります。はい、これでですね、じゃあいいところになるまで、やってみましょう。そして、こちらはですね、インプットセンスとあります。先ほどバイパスと言いましたが、厳密な意味でのバイパスではなかったですね、はい、入力によってですね、感度をこう調整するというようなインプットセンスというのがこちらにあります。じゃあもう一度やっていきますので、ミックスですね、これのいいところはですね、普通のイコライザーであったりとかコンプレッサーとかだったら、いわゆるかけすぎというのがあるんですけれども、この上の欄をほぼこの緑のところにやっておくとですね、かけすぎないでかっこいい効果が出るという、そういうふうなものです。じゃあやっていきます。たっぷり使ってすぐに減る、まとめ買いをした洗剤は、たっぷり使ってすぐに減る、まとめ買いをした洗剤は、たっぷり使ってすぐに減る、まとめ買いをした洗剤は、たっぷり使ってすぐに減る、腰が出てきましたね。まとめ買いをした洗剤は、たっぷり使ってすぐに減る、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 まとめ買いをした洗剤は、はい、じゃあバイパスと比べてみましょう。切ってみます。はい、じゃあスイッチを入れてみます。たっぷり使ってすぐに減る、まとめ買いをした洗剤は、たっぷり使ってすぐに減る、まとめ買いをした洗剤は、たっぷり使ってすぐに減る。はい、今までですね、とっても細かい作業、この一つ一つの VST ユニット、イコライザーであったりとか、リバーブであったりコンプレッサーであったりというものをこう入れていかないと完成しないわけですけれども、もちろん微妙なところはですね、また追加というか、そういう VST を入れる、そして使うことになると思うんですけれども、これがあればですね、本当に、これ一つで、ボーカルのトラックが出来上がってしまうという、そんなような、VST プラグイン CLA ボーカルズというね、ウェーブス社の、プラグインを今日はご紹介しました。村長でした。またね。